対策は、建物の原子炉建屋の吸気ラインが、吸気ファンがタービン建屋にあるものですから、そこに電源つないで、そこから強制的に送り込むことで水素をパージさせる、あるいはその窒素を充満させて混ぜちゃうとか、いろんな先生方のご意見も今並行して伺ってます。なかなか決め手という案はないですけど、今それで進んでいます。それリアクタービルの吸気ファン。そうです。それがたまたまタービンである。それはタービン建屋にある。はい。ただ電源が問題か。で、電源車。それならそれをつなげてということです。ちょっとそれもやるにしても、はい、すぐにできるぐらいじゃないと。電源車はあるのかな。そのこれはね、朝からね、現場ともね、ずっと相談してるんですよ、ね。なかなかいいアイデアが出てこなくて、まあ、今という状態で、そういうことです。ちょっとなかなか時間がかかりそうですね。時間かかりそう。ちょっと そんな悠長なことでいいのかっていうさっき、さんが説明していたのが、こちらの栄養源を、どうにか